作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは2011年にマーベラスエンターテイメントが任天堂 3DS 向けに発売したフィッシュアイズ 3D です。はい。で、まあ側面で、まあ他の側面があって、で、背面はこんな感じになっています。ということで、まあ、表面から見ていくと、まあ、Nintendo 3DS の、ね、フォーマットがあって、セロ A。で、フィッシュアイズ 3D っていうね、英語表示でここにカタカナ表記っていうか、まあ、日本語表記っていう作りですね。で、15周年特別価格3990円、税込み希望小売価格、まあ、フィッシュアイズ15周年、おかげさまで15周年、こんな感じの表記が入ってますね。で、まあ、皮を、まあ、魚が、これは釣られてますね、この魚は。で、まあ、ちょっとね、奥行きのあるようなね、あの、見晴らしのいいね、ところにいるんだけど、プレイヤーは多分、画面の、こっち側なのかな？こっち側なのかな？この糸の先がないからね、どっちかわかんないんですけど。多分この辺にいるんでしょうね、プレイヤーが。で、大自然の中で本格的なフィッシングを満喫っていうね。フィッシング詐欺じゃないですよ、フィッシングを満喫してるんですよ。というわけで、あ、で、マーベラスエンターテイメントのね、ロゴがありますね。で、まあ、裏面に行きますと、まあ、キャッチがあって、まあ、ちょっとした説明があって、画面写真が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、まあ、でっかい魚がこう飛び出してきてるイメージの絵がありますね。画面と書いてスクリーンと読むって感じで、スクリーンの外まで釣り上げろ。で、実写を 3D 化した美しい大自然のロケーション、かつてない臨場感で迫る大自然、まあ、3D で臨場感のある 大自然がガーンとくるわけですね。で、30g から 300kg まで40種類以上の魚が登場ってことで、すごいですね。もう単位が変わってるのがすごい。川でも海でも湖でも本格的なフィッシング、クロダイ、クロマグロ、イワナで、自分だけの水槽で釣った魚を鑑賞っていうね感じで、あのジャンルがネイチャー&フィッシングになってるんですよ。ネイチャー&フィッシングね。で、まあ、これは多分一番のポイントは、ここのね、15周年で3990円にしてるところですよね。あの、釣りゲームがいっぱい本当この時期発表されたんで、で、2本目なんですよね、発売時期的に。だから、いや、値段で勝負してきたというところがあると思います。以上、作館でした。